日本農業新聞は日本で唯一の日韓農業専門誌、日本農業新聞の発行をはじめ、食と農の総合情報メディア、JA グループの情報受発信センターとして、多様な媒体を用いた情報発信を展開している新聞社である。発行部数は約34万5千部。日本新聞協会加盟。世界教皇が農村部にも、 波及、商人の農産物買いたたきが横行し農家が困窮の極みにある中、その窮状を救うべく、1928年3月20日に農産物指況を伝えるために発行した指況通報が日本農業新聞の前身である。戦中、戦後の混乱期を乗り越え、農業、農村の歴史を刻んできた。 1947年11月19日の農業協同組合法施行後の1948年に日本農業新聞の発行母体である全国農業会が解散し群馬山梨東京の農業協同組合代表が連合会設立の世話人会を開催日本初の全国連となる全国新聞情報農業協同組合連合会を設立して 新聞発行を引き継いだ。これにより、農協系統組織が、農業専門誌を有することとなった。週間から週2回発行に前進する中、日韓化を急ぐべきとの系統組織内からの声が高まり、1957年7月に松山市で開かれた、全国農協役職員名誉大会で、日本農業新聞の日韓発行体制の確立を、 促進すべきとする緊急提案がなされ、万丈一致により採択されたことにより、全国日韓化へ大きく動き出した。1967年に東日本から日韓がスタート。7月1日付紙面には、当時の佐藤英作首相が、この日韓化は農業近代化に資する新聞の役割を前進させるもので、国民的見地からも重要な意義があると寄せている。 第一次オイルショックにより、用紙事情の逼迫、製作資材費の上昇などにより、苦境に直面したが、1978年4月1日に、国内唯一となる、全国日韓の農業専門誌が誕生した。現在に至るまで、日韓の農業専門誌は、世界唯一となっている。また、国内の新聞社の中で、北海道から沖縄の離島まで、 同一定価で配達している、唯一の新聞となっている。公正中立報道を謳い、新聞報道の自由と責任を守る、日本新聞協会には1948年に加盟している。公益法人に対する規制が強化され、営利事業については原則として、一般企業により行わなければならなくなったことから、2002年に、 株式会社化するための受け皿として、株式会社日本農業新聞が設立され、JA 新聞連から大半の事業が譲渡された。農業関係者向けの関連ニュースだけでなく、一般の読者にもわかりやすく、農業や食の問題について解説できるように紙面を工夫している。また、スポーツ紙以外の専門紙では珍しくテレビの番組表が掲載されている。 日本経済新聞が2008年11月に沖縄での現地印刷を開始するまで一般の全国紙も実現していない沖縄県を含めた全国への即日宅配を唯一行っている新聞だった。内閣記者会、8日、会、農政クラブ、霞クラブ、財政クラブ、株ぶとクラブ、環境問題研究会、国土政策研究会、気象庁記者クラブ、 文科省記者クラブ、大田記者会など33の記者クラブで活動している。事業所は本社の他に、支所が北海道、東北、東京、中部、大阪、中国、四国、九州、四局が新越、四国、中在省、新潟に構えている。また、全国17カ所の契約印刷拠点、北海道から、 沖縄県まで約8400の新聞販売店から宅配を行う。日本の農業及び農業者を保護する立場をとっており、TPP、FTA 締結や WTO 交渉などが行われる際、農産物の関税低減、自由化や輸入枠拡大は国内農業を脅かすとして反対する傾向にある。また専門誌として農産物の市教や 生産技術などの報道も力を入れている。東京、秋葉原の本所のほか札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡に師匠を、長野、松山に支局を、新潟に駐在を置いている。また、日本新聞協会に加入し、国会や農政など主要記者クラブに加盟。面立ては、総合、JA、流通経済、司教、 食能、園芸、天気、総合営農、暮らし、女性、直売、地方版などで構成されている。各地方版の記事などは、全国に約1700人いる通信員が取材している。また、海外特約通信員、海外特約通信者がある。日中の番組を中心に、いわゆる、汎用タイプが掲載されることが多い。その他事業、 JA グループの組織事業、JA グループとは、JA グループ。JA グループ。2021年9月16日閲覧。日本農業新聞採用サイト。agrinws.recruitment-info.jp、e。2020年5月3日閲覧。ゴリパパ一家連載1万回。 アニメ制作記念特集日本農業新聞2017年8月27日。ありがとうございます。